よかった。ちゃんとこっち時間になってるわ。こんにちは、こんにちは、おはよう。まだ私だと9時なんで、おはようですね。おはようございます。なんか勝手に時計もさ、あの世界時計にさ変わっててびっくり。そんなことあります？つってびっくりしたよね。そう、なんかさ、よくさ自分でさ、なんかあのその国のさ時間にせないかん時とさ、勝手になってくれてる時あるよね。これ何が違うんか分からんけど、もう勝手にね、なんか何あのなってる。シンガポール時間に、そう、なんだよね。しかも今日ね、前髪の調子がうまくいかなくてさ、結局前髪上げてんの。見て、デコ焼けそう。私マジでなんか本当にわからんんだけど、顔でマジデコ黒いんよ。なんでなんですかね。なんかさ、顔じゃん、顔、え、顔じゃん、なんでかしら顔の中でもデコが黒いの。え、なんかわけわからんくない？なんで？なんでって感じやろ。え、私が一番なんでってなりたいけど、そう、え、マジで本当に、え、ちょっとこればっかりはマジでよくわからんけど、そう、日差しね、きついよね。帽子持ってるけど黒なんだよね。ね、日傘も持ってきたけど一応、なんか帽子か日傘か、帽子黒なんだよね。なんかさ、あ、夏にさ黒い帽子かぶるの、ハットね、昨日かぶってたんだけどさ、やっぱあれだなと思って、白いハットと迷ったんよけど、結局黒な、かぶんないかなと思って黒にしたんだけど、なんか白持ってこればよかったかな。でもなんか写真撮ったりとかするときにね、あんま帽子かぶってるとなんかほら見よろしくないから、日傘あればいいかとか言って勝手にね。まあでも日傘もどうだろうね、なんかめんどくさくなるんか、なりそうやね。こうやって結局さ、こうやってさ、ちょっとだけでとかって、こうやってね、なりそうね。確かに。でも一応も、あの一応持ってきた。やばい、あくびばっか出る。めんよ。そう、超絶眠たい。めっちゃ早起きした。今日もね、めっちゃ早起きした。頑張って。すごい下から煽ってるよね、このアングル。なんかさ、あの何？正面に置こうと思った。そしたらさ、部屋がめっちゃ見えるんよ、正面に置いたら。この今座っとるベッドじゃないねんけど、あ、ベッドのところからさ後ろテレビにすればよかったかな。でもテレビに反射して私の後ろ姿見えるのは恥ずかしいなと思って、なんかこうやってベッドのところに置くとさ、後ろはテレビだけさ、こう反射するやん、そのやっとるんが恥ずかしいなと思って、でそこの座っとるところにさ、こうやって置いたんよ。そしてめっちゃ部屋丸見えで、ちょっと部屋全部丸見えやったら、そう、なんかさ、ホテルショールームするあるあるやねんけど、マジで配信する場所いつも、え、どこに立て置けようかなみたいな、結構みんなあるある。なんかあの場所がさ分かっちゃうじゃん、泊まってる場所がね。なんかそれダメだから、こうみんなね、結構ね、こう置くのにめっちゃいつもあの困るっていうのがショールームあるあるなんだけど、なんかさ、真正面に置いてめっちゃ全部見えてやばいと思って、あのね、このすごい斜め45度みたいな、なんか中途半端な角度なんですよね。そう、ちょうどね、私がここに立つとさ、ほらあんま見えないじゃん部屋、こう私がのくとやばいんだけど、そう、なんかね、立ってるとね見えないからいいかと思って。やったのよ。いいえ、
ニュース読みそう？じゃあね、ニュースは持ってないわ。でも台本なら持ってきたよ。台本さ見て、結局さ持ってきたんですよ私。賢くない？一回も開いてない。昨日も結局さ、なんか全てが終わってさ、もうお風呂すぐ入ったんだけどさ、1時過ぎとかだったからさ、もう眠たくて、あ、台本読まれへんわと思って、寝たよね。今日も早く起きちゃったからさ、ミスって。そう、じゃあみんなに表紙だけ見せたいけど、じゃーん、デンコフェニックス、いいでしょう。なんかよくさ台本、なんかさうちさいつもさ、なんかさよくさ舞台出てるメンバーとかさ、こうでさ台本のさこの表紙の部分にさ、なんかちょっとジュースとかさお菓子とか置いたりとか、ピースとかして取るじゃん。それさやろうかなとかって思うんだけど、毎回さそんなのやらずにさお稽古終わるんだよね。見て、ちゃんと見て、役名と名前書いてんの。あの台本誰か分かんなくなって、なんかさ今回キャストさんがすごく多くて、だからその台本とかもさ、まあ、その辺に普通に置くじゃん、こうやって置いとくじゃん、席とかにね。分からなくなっちゃったらやばいなと思って。名前だけだとさ、ほら本名だけだとさ分からんじゃん。だって人いっぱい多いしさ、あの役名でやってるからさ、明石さんって呼ばれちゃうからさ、これだとさ、え、誰の台本ってなっちゃうじゃん。だから役名も書いた。しかもね、見て、うちひらがなまで書いてんの。うちさ、これ明石じゃなくて赤石だと思ってたん最初。赤石はるみさんだと思ってて、そしたら明石だったっていうね。そう、これ明石って読むんだね。赤石かと思った。いらないんだっていう私の見解。そうそうそう、めっちゃボロボロ、もうなんか汚すぎて笑える。で、何？あ、稽古スケジュールだ。今日は何日だ ?8 日です。皆さん、お、今日一番、え、今日あれだね、早いね、稽古始まんの。早い人は結構いつも夕方ぐらい、昼からが多いんだけど、早いですね。お、稽古スケジュールが飛び出しちゃってたからね、しまいます。大切なのね、これがないとね。あの、どこのシーンやるんだっけ。じゃあ私が新聞読む代わりに台本でも読んでる姿でも見て、どう、いい感じじゃない。うちさ朝起きてさ一言も喋ってないから、めちゃくちゃ声ガラガラやねんな。めちゃくちゃ声ガラガラやねんな、やばいよな。じゃあ次、あ、こう中身は見せてあげられんけど、私が読んでる姿を見せてあげるわ、みんなに。じゃあ今日稽古する予定だったシーンを私がみんなにあの見せてあげるわ。ちょっとあれどこ。シーンを探すところから始めるわ。ちょっと待ってよ。さあ台本をさ、本当にさ、もうさシーン今一応パーッと当たってやってるんですけど、でもさ結局さもう2回3回とかやってくるわけやん、覚えられない。あ、待って、今日ここやんだ。あ、前回やったとこだけど、あ、わー、そっか、ミザンス変わっちゃうんだ。はっはー、わーわーわー、私がすごく苦手なところだぜ。なんかさ苦手っていうかさ、わかる、カタカナが多くてめちゃくちゃ。え、じゃあそれでさ、まあ、言ったっけ、ここのね、ちょうど今日稽古するあの2回目なんやけど、ちょっとあのセットが変わるから、多分ミザンスが変わるからセットで、あのいろいろ変わるから多分もう一回やり直すんやけどさ、そのここのさ、ここのシーンやっけな、そう、ここのシーンだ、カタカナが多くて、え、それでめちゃくちゃさ、あの稽古の順番が来るまでずっとこうやって読んどったんよ。それでさ、めちゃくちゃ間違え、めっちゃかむわけ。なんかカタカナだとあべこべに読んじゃうの、うち。そう、あべこべに読んじゃうくて、まあ、ひらがなでもよくさ、たまにファンの人の名前あべこべに読んでたりするんやけど、すごい多くて、それ悲しいにさ、やっとったさ、え、もしかしてカタカナ苦手って言ってさ、あの同じ共演者の人に言われて、このちょうど今日稽古するシーンだったわ、それが。
で初めて稽古したのもこのシーンだったんですよ。初お稽古がこのシーンだって、ちょうどそれで同じ出る方に「あなんかえカタカナ苦手やろ」って言って言われて「そうなんですよね」って、「難しいんですよね」って言ったら笑われたそう、でもマジでカタカナ本当に難しい、なんかね読めないんだよね、なんでなんだろうねマジで本当になんでなんだろうね、なんでだろうって感じ、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。でも今日は私シーン稽古1個だけだ、よかった。今日はねシーン稽古1個だけでした。ちょっと長いシーンなんですけど、このシーンだけだったからよかった。ぜひ皆さん破天荒フェニックス、あれ受付中です。あれなんだっけ、あれなんだっけ、あれあれしか出てこんやん、なんだっけ、チケット絶賛発売中です。見に来てね、破天荒フェニックス。すごい結構台本修正がたくさん入ってて、なんか前にもねその言ったと思うんですけど、今年一応ねやってるんですよ破天荒フェニックス。いつだっけ、12月かなにやってて1回で、また今回12月あれいつやってたんだっけ、私12月ぐらいに1回やってて、今年でもう1回12月の頭からやるんですけど、なんかもしそれを見たことがある人でも、今回結構その台本作ってくださる演出の方が結構今回前回の舞台より割と台本も結構そのこの舞台になってる会社さんの読んでもらったりとか、いろいろこう直し修正したりとかして、結構ねなんか変わってるっていう風におっしゃってたんで、まあ、もし前回の今年のこの破天荒フェニックス見た人がいたとしても、この今回私が出演させていただくこの舞台破天荒フェニックスはまたちょっと多分違うものになってると思うので、内容にしっかり、まあ、キャストももちろん違いますし、でも同じキャストさんも何人もいらっしゃるんですけど、私は今回初めてで明石さんなんですけどいらっしゃるので、多分もし見たことがある人がいたとしても、すごく面白い、また変わってて多分面白いそう感じになってると思うし、多分もしかしたらすごく実際こう社員の方社長さんとかに聞いてるらしいので、そうらしいので、もしかしたら結構実話に近いというか、言ってることは実話に近いこと、実話に近いというか実際にそうおっしゃってたらしいとかいうセリフとか本当に多く詰め込まれているらしいので、おーっていう風に見ていただけるのかなって思いましたね。またちょっとドラマとはまた違うとも、実はこうドラマあるんですけど、ドラマとはまた違うっておっしゃってたので、特にファンの人でも原作読んだことあるって言ってた人いたんですけど、まあこれすごく原作はもっと分厚いんですよ、本当にこれのもっと倍ぐらいある厚さなんですけど、ぜひ面白いと思います。原作をギュギュギュってしてるんですよ、さすがにね全部は全然できない、カットのシーンとかギュギュギュってしてることは多いんですけど、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。イエーイ、羽をパサパサ、もうだってもうね、もう待つですから、今ちょうど中間ぐらいなんで、中間ぐらいなんでもう待つに入るんで、そしたらもう通し稽古ですね、多分シーンがほとんど当たってる、当たってると思うんで、そうですね、多分投資にそろそろ入ってくるのかなと思って、もう緊張でしかないですね、緊張しかしませんね。よし、じゃあ15分経ったんでちょっと終了にしたいと思いますね。やっぱたくさんの人に見に来ていただきたいんで、ちょっと宣伝含め
宣伝してしまいましたけどよかったら遊びに来てください。12月7、9、10、11なんですけど、11の千秋楽だけが1回公演で、それ以外は全部2回公演になりますので、まあ、もしねタイミング合えば遊びに来ていただけたら。すごい今回キャストさんもたくさんいらっしゃいまして、とっても結構ね年がね皆さんね近い人は多かったな。 20代が多分結構多いのかなってすごい個人的な意見ですけど、20代がすごい多い気がした。なんかこの間稽古でおいくつですかって聞いた方はみんな20代だった。まあ聞いた方って言っても3人しか聞いてないけど、20代だったので20代があるのかな。それかもうこの世界なんであれかな、30代いっとっても20代に見える現象かもしれないね。それはうん、ぶっちゃけあるわそれはね正直ね否めないですね。結構うん否めない結構あるあるだからね。20代とかさ、こうめっちゃ同い年ぐらいか年下かなと思ってたらゴリゴリに年上だったりとかねするからね、本当にお若く見えるね、すごいよね。やっぱそういうのあるんだなってすごい思うわ。よしよしランキング13位アーさん、12位リッケさん、11位マックスエイトさん、ああ間違えた、10位ジェリーさん、キヨッピーさん、8位シンドさん、7位アルタロウさん、6位ジトクさん、5位ヤングさん、4位オカヤンさん、3位ワタビさん、2位ヤキヒコさん、そして第1位がみずちゃんさんです。イエーイ、ありがとうございました。というわけで今日も私はシンガポール、まさかシンガポール、ちゃんと日焼け止めも今日のために買ってきました。いえ、これまだ塗ってない、もうちょっとでね、もうあと気持ちでホテル出発するんで、ちょっといろいろとやって、日焼け止め絶対塗らないとね、この後絶対に塗ってお片付けして出発したいと思います。いえ、またなんかいろいろとかは SNS に上げられてたら上げたいなって思ってるから上げたいと思います。あ、昨日めっちゃ綺麗な夜景写真撮ったんだよね。それ送ろう、 Twitter 載せようかな。めちゃくちゃね綺麗だったよ、もうインスタみたいだった後で載せるわ。じゃあそんなわけで今日も見てくださってありがとうございました。またね、あ、今日はもう配信やらないんで今日は配信、明日がね、そうそうなの、一番やばいのは明日で、明日ね朝ね、めっちゃ早いの、てかもはや今日と同じぐらいだし、今日ちょっとバタバタしちゃってるから多分ね夜になると思うんですよ配信が。で夜になると思うんだけど、結構ギリギリ、多分日本時間に合わせてるから、ね結構ギリギリにねなるかも。でも一応予定だと間に合う予定だから、まあ、皆さんの頭的にはまあ日本でいう24時ギリギリ、まあ23時あ違う24時前ぐらいかなって思っていただけてたら OK です。もうそれかもう本当にもしできなかったらもうチケットを使わせていただくことになってしまうかもしれないので、まあ、ちょっとその辺は、まあ、それぐらい夜になるよって思っていただけてたら嬉しいです。もしね合間でなんか時間があってホテル戻ってきてあったら、そこでゲリラでやっちゃうかもしれないんで、まあ、ちょっとそれぐらいなのかなっていう頭の片隅に置いていただけてたら嬉しいなと思います。じゃあそのわけで